昨日の夕刊。だけど多分なんか、ちょっとしたニュースとかにも、私テレビなんて言うと悪いけど、多分出ようとかもしれん。うん。あの、夕刊の社会面っていうかな、ちょっとその、七点を装い、闇金みたいな、ね、あの年金担保に、年金証書までこっちで自分のところから、もう全部こう握っとって、ね、そっからもう行くばっかのお金を渡すみたいな。ちょっと考えられんやり方しましたところが2件、まあ停止になっとっちゃうけど、まあ捕まっとうという形やろうけん、だけまあ手にできるその行くばっかの年金も手にできん状態になっとしゃあもんやけんさ、凍結しとうわけでね、うん、だけ一応こう 県で動けるというので、あのグリーンコープ生協が動いてらっしゃる。でも数千円もうすぐ即貸せる状態いい情報をすると、そう、いやそれで、あのまあ一応でもね、七点を装いとか変えてくれと、うんうん、あのただパッと見にさ、あだけね、前一番最初のやつはね、あの七夜を装いっていう言葉になっとっちゃばって、一番最初に七夜って七点って変えちゃっちゃだけ、みたいな感じでね、で、用途内容を見たら、その、七点を装いって書いてあるけんさ、あー、違うんだなと思うけど、まあ、ねえ。やっぱり、イメージ的にはですね、みんなの。よくないね。それとね、要ね、あの、年利で表現しんしゃっちゃん、七夜の年利。はい、あれ、うち七夜って3ヶ月やけん。はい、だまず、年利で合わせようしゃこと自体が間違っとうけん、あれ。1年間貸し続けることになるやない、年利で言うってことは。じゃなかろうが、3ヶ月やろうか。OK。あくまでもその年利で言うのはやめてほしいなっていうのがちょっと私の中にはあるね。3ヶ月以内に、まあ、よし、戻していた、よし、の中の話やけ。うん。OK。あくまでもその短期の貸し付けであるんですよ。だから、1年も2年も3年もずっとただ折り底だけをいただき続けるという形は本当はお客様の便宜上やってるんですけど、そうではないんですよ、うん、なので3ヶ月以内に出しにくい場合は打ち金でもしていただいて、少しでもこう額を減らしていただくような形を取っていかれた方が長引かなくていいですよという営業をしてください、ぜひ。で、打ち金をしてもらうっていうのはさ、相手さんにも次の月から利息安くなっていくっちゃけん、いい方法やろうが。それで、利息が安くなった、元金が安くなったところで、また、どうしてもって言ったときに、まあ、貸し増しというか、いっぺん、受け戻ししてもらって、またその時の、査定の額で、まあ、融資をするということをしてるんですけど、まあ、そういう方法ですね。だけどさ、なんだかんだ言いながら、担保価値がない人、担保何か持っとんじゃない人には貸せんわけたい。なんか、最終的に役に立たないな、みたいなね。でも、慈善事業じゃないから、そんなもんですか。でも、グリーンコープ盛況ってやっぱ、あれよね。貸すのはいいけど、それ、いつ帰ってくるっちゃろうね。税金を使うわけですね。だから他の闇金に行かないでって書いてあった。うん。闇金に行かないでは言われてね。だけどなんかね、お役に立ちたいのにお役に立てないジレンマ。
今日は勤労感謝の日ですね。勤労感謝の日って普通祭日よね。私なんであの時バスに乗ってたちゃろうか。なんか試験かなんかあったとかな。いつも使いよう、バスの運転手さんに。勤労感謝の日もお仕事なさっててお疲れ様ですって言いたかったけど言い切らんかった。昔。うん。そんな風に一言声かけれたらいいなってなんか思いながら。この頃はおばちゃんになったけ。誰にでも声かけ。おばちゃんだったらいいよね。なんか結構ドキドキ恥ずかしくて声かけれんかったことがさ、若い時できんかったことは何でもできるけど。怖い話は誰にでも話しかけようだよ。あ、そう、今日はね、あの、あそこ、行きがけ、昨日、おととい、今日かな、朝やったっけ。あの、春町歯科の前をちゃんと掃除しようとした人がおっしゃったっちゃう。うん、で、それで、ここの道路ってこうボコボコってなってるのって、あれで、そう、このタイプってこうなるんですよね。で、やっぱこれ、どこに言ったらいいんでしょうねって言ったら、うん、やっぱし、まあ、腸でしょうねって言って。これやっぱこう、ここば運転しようとガタガタってなりますもんね。ほんと、そうでしょうね。どう昔、ご近所でさ、世間話するおばちゃんとかおじちゃんがおったやん。もうその図やんね、もう。いつの間にかもう。いや、それでもしさ、ね、そういうこう、建物を建てた時に、やっぱりセブンイレブンが入った方がいいぐらい話からさ、ね、カフェみたいなのやっぱ消化みたいな話だったんだよね。そしたら、もう、イートインで持ち込み OK みたいなことしたら、ずーっとおっしゃって、近所でしょ。でしょうね。けどさ、セブンイレブンの横によ、ね、ちょっと食べれるところがあって、そのイートインみたいな、なんかこう、要するに、あったら、カフェがあったら便利じゃない？まあ、便利でしょうけど、まあそうなるでしょうね、その構図は。氷を持っとうところは絶対カフェをもおあの置くべきって言いよったね、誰かが。なんかさ、こうやって夢は広がるけど、結局さ、しだしたらさ、現実そうなんやし、こう、彼ね、そいでいく作業になってくる。けど夢は、なんか昔はなんか、とにかく私は自分の生活で必要なものを、が下にあったら全部便利かな、みたいな。ついでに何かあった時のために医者にも入ってもらったらシニアマンションでも作ろうと思ったの私今。でもそれ考えます。2階にクリニックに入ってもらって。あと絶対あれだよ、そこにあの掲載会があってようちの社員がみんな。あ、本当？あれ昨日のあれがある、なんか昨日お金いつ合わせたっけ。多分このぐらいだと思う。全然は全然はですね、12万ぐらい合わせた。12万ぐらい足りと、はい、ちょっと待って、ちょっといかん、それちょっと待って、ごめん。